ヤギ編集長、今週の見出しをお願いします。ちょうど1年記念。それでは始めていきましょう。ラブリーズのラブトピラブリーズの宮崎りおです。ヤギサキです。始まりましたラブリーズのラブトピー。この番組では私たちラブリーズが取り上げたい話題やニュース、ラブトピーを発信していきます。はい。さあ、ということで1周年ですか。そう、このラブリーズのラブトピーが始まって、この7月で丸1年。そうね。早くない？うん。てかさ、今日で53回目かな、かな。1年やって53回なんやと思った。まあ週1、うん、でまあ月4回ぐらいか、うん、12×4 は42が8、41が4、48、あれ53にならへん。4週じゃない時もあるから。あ、そっかそっか、うんうん、あれか、西向く侍か。何年人間やってんの。西向く侍か。え、なんか言うよね、なんか週が 5あるところあるよね。西向く侍は31、30日じゃないやつよ。あ、違うか。うん、失礼しました。大丈夫ですか。大丈夫ですか。うん、でもなかったことにしようか、今の話。うん、なかったことに。はいはい、でもさ、1年早いよね。振り出しに戻りました。いや、すごい、なんかいろんなね、モッパンもしてきたし。そうやね。いや、ほんまに1年早いんやけど。私1年は、これ早いって感覚じゃないかも。どんな感覚なん？長い。長い。あ、そう。なんか、多分いろんなことしすぎてこの1年、ね、うんうんうん、1年の濃さじゃないのよ、私の中のこの1年間。あ、ね、だから、あ、まだ1年なんや今。だってさ、今一番最初らへんにさ、ミスタードーナツのさ、モッパンやったやん、ベイク。うん、やったよね。たよ、あれ一番最初じゃなかったっけ。一番最初あれか、バターサンドか、ファミマの。ちょ、最初は何やったかもしれない。でもなんか、うん、全種類食べれたりすることが、うん、なんか、え、いいんですかみたいな感じでさ、うん、スタバのあれも言ったやん。あれはラブトピじゃないか、検証の方か。そうやね。ね、うん、47都道府県の関西か、それは検証かな。とか、なんかこの美味しいものをたくさん食べれるっていうので、うん、私は幸せでございます。だってシェキちゃん食べたいものを言ってるもんね。さっきこれ食べたい、じゃあこれにするかって言ってモッパン決めたりとか、うんうん、今日のねモッパンもねすっごい美味しかったからね、うん、後で存分に話したいと思います。シェキちゃん多分力説してたもんね、うん、めっちゃ美味しかったもん、ね、まあ、何を隠そうとですね、今日この収録、何を隠そうなのよ。え、何を隠そうとじゃないの。何回すんねんこの訂正。何を隠そう、うん、本日収録日は7月7日、はい、七夕でございます。七夕やって、おめでとう。なんか七夕って、うん、なんか馴染みなくて。あ、そう？何するん？え、短冊にお願い事書いたり。それは知ってるよ。じゃなくて大人になってから。おそうめん食べたり。おそうめん食べるの？色付きの。へえ。食べてないけど。なんやねん。のが、うん、あとはなんか願ったり。いや、子供の時はそれあったよ、うん、願ったり。それも短冊やんな。違う、その織星さん、織姫と彦星やね。織姫さんと彦星さんがカップル名みたいなのにすんのよ。カップルチャンネル、カップルチャンネル、織星、織星、織星チャンネルの、うん、会えますようにってお願いしたりとか。だって年に1回しか会えへんねんで、あの人ら。うん、でもさ、でもなんか悪いことしたらしいな、なんか、なんからしいね。なんかな、引き離されたんでしょ。そう、ちょ、あんまり違いしか知らんけど。毎年雲って見れへんよね。かわいそうよな。え、今日は晴れてたくない？うん、会えたんじゃないじゃん。もしかしてそう、うん、何年かぶりじゃない。流れ星じゃないや、天の川見れるんじゃない、今日の夜、うん、見よう。あ、そんな軽いノリなんや、うん、見よう。え、それってさ、大阪でも見れんの。別に見れるでしょ、その田舎とかに行かんでも。まあ星が綺麗に見えへんかもね。そうやね、うちでも田舎やから見えそう。うわ、ちょっと帰り見て、見てみ、見てみね。うん、うわ、ちょっとよかった、ね、いや、なんかね、その七夕っていうのでね、うん、うんうんうん、今日は七夕やって弟が朝から言ってて、うんうん、あ、ほんまやなと思って、うんうん、7月7日かと思って、うん、なら、ねえねえ、何お願いしたでしょうかって質問されたの。いい、問題出されて、うん、ねえねえがお金持ちになれますようにとか、うんうん、って。でも前までね、小学校、今小学校3年生なんですけど、うんうん、今までは幼稚園の時とかは、うん、短冊に
ねえねと結婚できますようにって書いてて、ママじゃないで、ねえねやで、うん、かわいい、子育て大成功してるやろ、うん、それは、うん、ねえねえは言った二人おるやん、弟くんからしたらお姉ちゃん二人いるね、そう、それはりおちゃんのことで合ってる、それで妹はだって別の呼び方してるもん、 あそっか、うん、あ、ねえねは私だけ、じゃあもう飼ってるやん、それでもうねえねえ大好きやねん、うん、っていう弟がね、うん、小学校まあ3年生になり、うん、何書いたんかなと思って、気になった、でもちょっとなんかねえねと結婚できますよね、うんうんうん、書いたんってちょっと期待を込めてたんやけど、うんうん、違うくて、なんて書いてたん、最強の願い事考えて、え、何でも願い事叶いますようにした、小学生めっちゃ小学生じゃない、めっちゃ小学生、えっと弟もそんな感じなんや、うん、でもめっちゃ小学生って感じがする、なんか私の中ではまだ赤ちゃんなの、うん、だからなんかあれリオの同級生におったあの小学生男子になってるって思って確かにちょっとショック受けた朝から、嘘ショック、うん、ショック、可愛いやんめっちゃ、しかもなんかそれめっちゃ自画自賛しててずっと、うんうん、最強の願い事考えちゃった最強やわって、うん、めっちゃ最強じゃないこれ、だって考えるもん一旦、うん、でなんか朝からテレビでそのちっちゃい子が、うんうん、そのニュースでね、うん、どんなお願いしてるかみたいなのをやってたの、うん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 、でまあ例えばなんか何だったかな、あの、まあ、でもほんま現実的なことじゃないよ、そのなんか集中力で上がりますようにみたいなとか、うんうん、お前なんかこういうの慣れますようにとか、うん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 、それ見ながら自分が考えたやつがやっぱ最強やなって言ってちょっと見下してるやん、うん、ちょっと自分のやつがやっぱ一番すごい、すごいな私は今日あの早く着いてそのマネージャーと合流した時に、うん、そ短冊を書きたくって、うん、であの神戸のね、うん、海にあったから書きに行こうと思ったの、そしたらもうその7月の頭に書いたやつもう締め切られてて、それが飾られてるだけやって、なるほどね、徹底してたわ、へえ、なんか誰でも書けるんかなと思ったけど書けへんかった、まあでも今置かれてなかったりすんのやろね、あ、こういうご時世やから、分かんないけど、だからみんなのその何、うん、お願い事だけ飾ってあったわ、でもなんかあんまお願い事したらあかんやった、七夕って、インしてもいいんじゃない、インかんの、何でもイン、何書くんじゃ、何で書くかな、違う、お願い事じゃなかった、何書くの、あなたが今何書く、感謝、あー、そういうこととかなんかなって思ったけど、でもお願い事書くって習ったくない、かな、もう長願、何だったっけ、習ったたどり着くまでめっちゃすごいかな、何やろうな、今お願いするなら、え、単純に売れますように可愛げがないけど、可愛げないな、うん、でもそれじゃない、うん、うん、もう言ったらさ、うん、あの切実なね、お願い事、まあね、うん、まあ売れますようにか、うんうん、でもまあもうちょっとな、なんかこう具体的にいっぱい書きたいけどな、こんなここがこうなりますようにとか、あ、だからそれが良くないって、ああそっか、うん、もう健康第一かな、いや間違いないよ ね、健康やったら何でもできるから、いやほんまにやっぱ健康じゃないと何もできんから、うん、あ、そう、うん、ご飯も食べれへんし、そう、美味しい、あそう、美味しいものをね、美味しくいただけるのがもう本当にもう歯があって幸せ、うん、そうそうそう、もうさっき奥歯かけた時に歯のありがたみめっちゃ感じたもん、うん、アーモンドやと思って噛んでたら自分の歯噛んでた、すごい音してたもんねボリボリボリって言って全視聴率集めてたあの場所の、どうしたと思ったら、うん、歯やなんかあの期間、まあ、1週間ぐらい偽の歯つけてたから、うんうん、ご飯食べててもなんかこう、なんかね、こんなにつけたことない、そっか、うん、なんか偽物の歯やからご飯食べててもなんかこう、うん、完全にひっついてないし、こうツルツルの歯じゃないねん、なんか粘土みたいな歯やったから、1週間はね、だからなんかこう歯って大事なんやなってめっちゃ思ったから、だからやっぱね、こう健康でね、健康第一で、うん、お願いしましょう、また1年じゃ健康第一に頑張っていきます、はい、なんかちょっと年齢感じるね、いやいやいや、お願い事がね、いやいや、はい、ということで、はい、それではラブリーズのラブトピ、最後までお付き合いください、ラブリーズのラブトピ、ハッシュタグはカタカナでラブトピでどんどんツイートしてください、メッケにも送ってほしいな、ハワハワ、送らなくて大丈夫です送ってー
もっぱんラブリーズ。このコーナーでは食べるの大好き私たちラブリーズが毎週テーマを決めて話題のスイーツ、食品、ドリンクなどが本当に美味しいのか実際に食べて素直な感想をお伝えします。はい。さあ、もっぱんとは韓国語で食べる様子を放送するという意味ですけれども、はいはいはい、1周年ということでですね、盛大にやってまいりましょう。盛大にやってまいりましょう。シャキちゃん大絶賛のやつ、はい、間違えた、編集長大絶賛のやつ、はい、じゃあ行きましょうかね。はい、はい、では今週の見出しを教えてください。ミスタードーナツのリンゴクロワッサンドーナツ食べてみた。ミスタードーナツが焼きたてカスタードアップルパイリンゴとコラボしたリンゴクロワッサンドーナツの2種類がですね、はい、新発売されました。はい、ということで、カスタードとレモンカスタードの2種類、うんうん、販売されてるんですけれども、うん、もうね、まずね、うん、パイがサクサクやった。そうやねん、ほんまにそうやねん、うん、ドーナツなんやけど、うん、あのほんまにその何クロワッサンドーナツやから、うん、普通の生地じゃないのよね。そうね、だからこうサクサクやし、うん、なんかこう層になってるというかさ、うんうん、あれがめちゃくちゃ美味しかったな。美味しかったよね、うん、まあ、このまあ2種類、うん、まあ、今回このベイクともコラボしてて、ベイク前やりましたよね、うん、ちょっと前にそれのまあ、今回再販されてるものと合わせて新たにこのリンゴとコラボしてるということで、はい、このリンゴのカスタードアップルパイ屋さんあるじゃない、うんうん、のやつも食べたことあるんやけど、てかめっちゃ並んでるよね梅田で。いつもね、うん、並んでてなんかいただいて食べたことあるんやけど、美味しかったな。めっちゃ美味しかったの、ね、本当に。でもそれがなんかちゃんとミスドバージョンになってた、うん、ね、うん、っていうのもあり、じゃあ感想をお聞きしたいと思います。はい、ヤギ編集長お願いします。賞味何個でもいける。何個でもいける、これね、うん、なんかこうま期待してなかったわけじゃないんやけど、うん、まドーナツ、うん、リンゴのドーナツって感じやと思ってたんやけど、うん、私一口食べてびっくりしたの、うん、なんかもう言ったらサクサクが好きなのよね私、もちもちとかふわふわとかいろいろあるけど、サクサクが結構多分自分の舌に合ってて、はいはい、舌に合ってるんや。そう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 、なるほど。私の口との相性多分サクサクが一番いいんかな、分かる。あれって相性とかね、うん、好みじゃなくてな。そう、ほんで、そうなんや、そうなんや。サクサクの生地を食べます、うん、したらこう、うわ美味しいってなるやん、うん、そしたら中にねそのカスタードクリームとか、まあ、そのレモンのやつも入ってたりとか、うん、でその中にゴロゴロゴロってめっちゃリンゴ入ってるの、うん、そうやね。それがまたシャキシャキで、うん、その食感も楽しいし、うん、でそのリンゴのさこうコンフォートされたっていうの、なんていうの、シナモンちょっと感じるというか。シナモン入ってたかな、入ってなかった、どうしよう。シナモン感じててんけど、まあ、リンゴフィリングってやつや、ね、そうそうそう、うん、もうほんまになんかリンゴの、まあ、それこそアップルパイ食べてるみたいな感じで、うん、でもちゃんとドーナツの感じもして、うん、めっちゃ美味しかったんやけど、うん、一つ言わせてもらうと、うん、2種類だけどっちも同じ味やってん、うん、若干、うん、レモンの方が爽やかかな。うん、なんかって感じ。ほんまでその レモンの方に粉砂糖はかかってあるのよ表面に。そうね。だからそれがちょっとこう甘いし口につくかなぐらいの感じで、うん、自分的には違いが分からへんくて、うん、どっちもめっちゃ美味しかった。そうやね。そうそうそう。だから分かる、うん、な分からへんわけじゃない、全く一緒なものではないんやけど、うん、レモンの方が、まあ、すっきりはしてるかな、まあまあまあ、ちょっと爽やかな味やけど、うん、さほど違いはない。そうかな。でもほんまにペロってすぐに食べれて、うん、なんかさこうもっぱんしててもさ、うん、あもうこのもっぱん切りかなっていうものももちろんあるやん、はいはい、なんぼ美味しくってもな、うん、でもこれはもう一回食べたい。私ミスタードーナツで一番エンジェルクリームっていうあのふわふわの中にクリームが入ってドーナツが好きなんやけど、うん、それを差し置いてでももう一回これを食べたいと思うぐらいさっきは美味しかった。へー、うん、だから食べてみてほしい。あのサクサク、うん、自分の口とサクサクが相性いいよって人は絶対食べてみてほしい。これ多分あんまりおらへんと思う。嘘、おらへん。そのなんか相性いいとかで考えてない。多分リオちゃんはもちもちが口と相性いいと思う。もちもちをよく好んでる。それはそう。やるほら。好んでるだけで別に相性じゃない。いや相性いいと思う。気象。ごめんごめんごめん。ごめんごめんなさい。ただいま失言がございました。失言じゃない、あの本心が。すいません失礼しました。いやでもマジで美味しかったな、はい、ほんまに。私は、うん、ちょっとあんまりでした。嘘。うん。え？
なんでアップルパイ自体が、そうや言うてたリオちゃん、あんまり好きじゃないんやけど、だからほぼ食べちゃった。え、そう、私まあ一口ずつぐらいしか食べてないんやけど、うんうん、アップルパイが好きで、でもこのリンゴのアップルパイは美味しいと思ったんやけど、うん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 、これはリピートはせんかな。嘘、うん、やっぱ人の舌ってそれぞれ違うんやな。まあ、好みがね、うんうん、あるから、うん、あとやっぱちょっと甘いから。そうやね、私が甘党でりょうちゃんがまあに苦党っていうのか、なんて言ったらいいんやろ。別に甘いものが得意じゃないのよ。あ、そっか、うん、苦党でもないの別に。何苦党って。ノット甘党なんよな、リオちゃん。だから、まあ、甘いのが苦手な人はもしかしたらちょっと甘く感じちゃうかもね、うん、そうやね、うん、ちょっと甘めかな。だから私みたいな甘党さんにはめっちゃおすすめやと思う、うん、でもな、めっちゃね甘いわけではないね、甘ったるい甘さではないね、うん、あ、そう、あ、そっか、でもそれは甘党が言うべきじゃないな。そうやな、確かに。だから、うん、甘党じゃないリオちゃんがちょっと甘いと思うんやったら、ちょっと甘かったなって思ったかな、うん、私は。だからまあ、まあ甘党じゃない人はもしかしたら甘い。でもアップルパイが好きっていう人にはもちろんおすすめするし、そうやね、うん、って思ったかな、うん、美味しかったです。ちょっとこのベイクの方もちょっと食べたかったな。あ、うん、うん、あの新しくチョコレートとかも出てたもんね。そう、チョコレートの方のタルトが出たりとかしてたから、ね、うんうん、そっちもちょっと気になるなと思いましたけれども、はい、ぜひ気になった方はミスタードーナツで買ってみてください、はい、このレポートはラジオ感謝のトピックスサイトラジトピでも写真付きで掲載していますのでチェックしてみてください、はい、では来週のテーマを発表します。マックカフェフルーツフラッペ飲む。はい、ついにマックカフェです。やったー、マクドといえばみたいなとこあるもんね、うちら。そう、マクド大好きなんですけど、はい、マックカフェ by バリスタですか、うん、が併設されてる店舗で販売されている福岡県産いちご練乳フラッペと北海道産メロン練乳フラッペの2種類が発売されてまして、本当に偶然なんですけど、うん、ラブリーズリオちゃんが一番好きな果物いちごで、はい、私の一番好きな果物メロンなんですよ。私らのために出してくれたんちゃうかね。これ本当に言うたらもうラブリーズですから、はい、食べましょう、はい、だから飲みましょう、まあ、マックカフェさんに感謝して、はい、ラブリーズに用意してくれてありがとうございますということではぁって言われると思うけど、すいませんでした、はい、皆さんもよかったらね、はい、普通のマクドナルドじゃなくてマックカフェがある店舗にしかないので、そう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 、うん、それだけ注意して。大阪やったら天王寺にあるよ、梅田にもあるよ、梅田にもあるよ、うん、うん、他にもあると思うけど、あるある、今ちょっと中本にもある。あ、そうかそうか、うん、皆さんぜひチェックしてみてください、はい、よかった、食べて感想もね送っていただけたらと思います、はい、また扱ってほしいテーマも募集しています。メールは lovelies@jocr.jp lovelys@jocr.jp まで。毎週木曜日に収録していますので、それまでにお願いします。はい、以上、モッパンラブリーズでした。ヤギ編集長のトピックス徹底解説。さて、今日も始まりました八木編集長のトピックス徹底解説。私キャスターの宮崎梨穂です。そして我らが八木編集長です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらのコーナーはあらゆるジャンルの話題に精通する八木編集長が気になるトピックスを徹底解説するコーナーです、はい、笑いなしの真面目なコーナーですので、1年経ってもふざけてらっしゃいますがいいえ、はい、どんどんこの台本も、はいはい、真面目なに線が引かれていたりとかしていて、はいはいはい、1年経ってもかっこふざけたらコーナー終了しますが取れていません。ふざけた覚えはちょっとないんですけども、もしかしたらこの1年を機会に本当に終了してしまう可能性もありますので、まあ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 、全然そのまあ人にね、はい、の捉え方によってふざけてるように見えたかもしれませんが、私は至って真面目ですので、編集長以外がじゃあそう捉えてます。そうです、はい、ああ、そうはい、はい、大丈夫です。まあまあまあ、わかりました。よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、あらゆるジャンルに精通している編集長ですので、何を解説してもらうかは事前に伝えていません、はい、間違った情報を発信しないように、はい、くれぐれもお気をつけください、はい、大丈夫ですよ、はい、あと自信持つのもやめてください。自信を持ってます。あとクイズじゃないです、はい、はい、
では、気になるニュースは何かありましたか。本日毎度なニュースさんですね、はい、短冊で地獄絵図、男女衝撃の願い、はい、ちょっと気になりました。やっぱ短冊、あ、七夕なので、はい、あの、まあ、1枚の写真がねツイッターに投稿されたらしいんですけど、はい、まあ、2つ短冊が並んでるんです。1つが、はい、ゆいと付き合えますようにたくま、はい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 、書いてあるんです。その隣、はい、たくまくんからの告白をなんとか断れますようにこれ以上付きまとわれませんようにってちっちゃく書いてゆいって書いてあってで、その写真が、まあ、ちょっとバズってるみたいなんですけども、かわいそう、そう、たくまくんかわいそうとか、これどっちが後に書いて隣にかけたんだろうとか、隣にかかってるんですよ。でもこれ、そのたくまくんが後からかけたと思ったらちょっと怖くないですか。うんうん、確かに。だから多分女の子が、ゆいちゃんが後なんじゃない、わ、うん、からへんけど。でも付きまとわれてるって。そう、だから短冊書いた時も付きまとわれてたのかなって書いてある。怖い。怖い。怖いよね。で、なんか今話題になってる、なんか話題になってるの知らなかったんですけど、はい、今話題になっている脈がない相手の気持ちを確認せずに突然告白してしまうことを告ハラ、告白ハラスメントではないかって言われてるらしい。ちょっとびっくりですね、これ。ちょっともう一回お願いします。脈がない相手の気持ちを確認せずに、はあ、突然告白してしまうことを告ハラっていうらしい。でもそれ確認するのが告白じゃなくて、まあ、なんか分からへんけど、遠回しとかに、こ、なんか面倒くさ、分からへんけど、突然することを何でもかんでもハラスメントや、こうやってなんか言われてるらしくて、でそれが同じ記事になってたので、ちょっとびっくりだなという。はい、すごく生きづらい世の中ですね。なんかね、告白してもそれが告ハラって言われてしまったら、うん、そう、なんかね、気持ち伝えただけ、かわいそうですよね。ただちょっとその短冊は怖いです。でもそもそも短冊、あ、七夕で付き合えますようにとか結婚できますようにはかなわない、織姫彦星の恋愛がうまくいってない、会えるのが年に一度って他人の恋を叶えてる場合じゃないって書いて、確かにそんなんで叶えれるんやったら自分のやつ叶えるわってなる、うんうん、自分が織姫やったら、ちょっとびっくりなね。確かに、お願い事でした。ゆいさん気をつけてくださいそれでは、はい、今日のトピックスです。世界三大時計ブランドとは、他の腕時計ブランドと何が違うの。世界には一般庶民にはなかなか手を出せない、あの壁にかかってる時計確認するのやめてくださいね。あの、いえ、腕時計の話してますので、あ、腕時計、はい、世界には一般庶民にはなかなか手を出せない高級腕時計ブランドがいくつかあります、はい、その中でも別格だという世界三大時計ブランドはどのようなブランドなのでしょうか、はいはいはい、ということですけれども、編集長ほどのお金持ちですと全てお持ちですよね。もちろんです、はい、全てを持ってます今つけてらっしゃるのは、私はこれアップルウォッチですね。アップルウォッチですよね、はい、アップルウォッチは入らないですよね、はい、この3つに入らない、入らないです。あ、なるほど。一つはセイコーです、はい、はセイコー、はい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 、うん、もう一つはグッチです、はい、グッチグッチ時計ですよ、時計です、はい、あ、わかりました、グッチ、ね、そしてもう一つですね、はい、セイコーグッチ、ちょっとここまで出てるんですけど、ど忘れしました。分かってはいるんですけどね。ね、はいはいはい、ちょっとど忘れですね。はい、セイコーとグッチと、はいはい、あと、なんか、なんかマッチ。マッチじゃないのかな。グッチに引っ張られすぎてませんセイコーと、あ、セダン。セダンじゃないな。車ですね、それね。セコムみたいな、カタカナ3つだった気がするんですけど、セキュリティかけてる、ここまで出てるんだけどな、編集長のそのここまでもう出てるんですよ口までいってるんで、へこむみたいな、セコムですねそれセコム、セコムじゃない、セイコー、はい、グッチ、ダイコー、代行じゃないな、代行、なんかここまで来てるんだけども、それ壁にかかってる時、しかも高級腕時計ブランドって言ってるのに、ラジオ関西の壁にかかってる時計言ってます今、マスタークロック、なるほどなるほど、
はい。よろしいですか？はい。いいですか、はい、本当にいいんですね。はい、セイコーグッチ。一つだけ、じゃあ、当たってる、今ある中で、合ってるやつあるかどうかだけ発表しましょうか。セイコー。当たってないんです、どれも。え編集長。え精通してるっていう。精通してますよ。はいはい。セイコー。今、えって言っちゃったらダメなんですよ。わかります、はい、はい。はい。銀座にありますよ、セイコー。え、はい。え、違います。え、セイコー違うんですよ。はい。はい。セコムか、いや、セキュリティかけてますそれ。なんだったか。しかも成功に引っ張られすぎて多分背が出てきちゃってますね今それ。なんかね、え、でも SEIKO だった気がする。IKO 成功。成功だった気がする。え、違うんですよ。ロゴは覚えてる。え、それ、だからそこから離れてください。それ入らないんですよ。入らないんだ。はい。じゃあ、Apple Watchだ。はい、それでは、Apple。先ほどの解説に間違いがございましたので私から改めて説明いたします。合ってると思うけど。ラジオ関西ポッドキャスト優しい腕時計での腕時計 YouTuber RY さんの解説によりますと、世界三大時計ブランド一つ目は1839年にスイスのジュネーブで創業されたパテックフィリップです。うん当時四角の腕時計ばっかりだったところ、ね、うんうんうん、丸型のカラトラバという腕時計を発表しました。そう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 。なんて名前でした？なんちゃらップパテックフィリップ。パテックフィリップ、はい、二つ目はオーデマピゲです、うん、ステンレス素材を採用し小さな腕時計が中心だったところ、39ミリと大きな文字盤の腕時計ロイヤルオークユに送り出しました、うん、最後はバシュロンコンスタンタンです、はいはい、なんと1755年から今まで続く老舗ブランドの一つです、はい、人気モデルオーバーシーズは少なくとも200万円以上で販売され、はいはい、今はほとんど手に入れられないそうです、はいはいはい、ということで、はいはい、有名なブランドロレックスやオメガも入らない世界三大時計ブランド、今この2つオメガだ出てこなかった、セコムセコムがオメガだった腕時計の歴史を変えたところが評価されるポイントの一つのようです、はいはい、間違いがありましたことを改めてお詫びして訂正いたします、はいはいはい、申し訳ございませんでした。まあ基本合ってますよね基本はい、まあカタカナっていう点ではセコムシュリップとグッチシュリップフィリップです。フィリップ、はい、ぜひリスナーの皆さんからも八木編集長に解説してほしいトピックスがあれば番組までお寄せください。また先ほど紹介した記事はラジオ関西のトピックスサイトラジトピに写真付きで掲載されていますのでぜひご覧ください、はい、以上八木編集長のトピックス徹底解説でした。ラブリーズのラブトピエンディングのお時間です、はい、皆さん今日も感想はハッシュタグカタカナでラブトピをつけてツイートよろしくお願いします。よろしくお願いします。番組へのメールもお待ちしています。メールアドレスはラブリーズアットマーク jocr.jp loveys アットマーク jocr.jp です。収録は毎週木曜日を予定しております。そして、毎週木曜日にラジオ関西の羽川秀樹ハッスルにレギュラー出演しております、はい、ラブリーズの検証しますというコーナーで毎週いろんな検証にチャレンジしていますので、はい、ぜひ聞いてください、はい、私たちの出演は12時30分頃からです、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、まあ、次の予定としましては、まあ、大阪でライブもありますけれども7月の16日から、はい、久しぶりに久しぶりじゃないか遠征がありましてですね、はい、でも2人になってからは初めて名古屋ライブで行く名古屋、ね、はい、7月16日はアークフェス2022 in 名古屋、はい、で17日は、リリースイベントがですね、はい、イオンモール常滑の方でございます、はい、これ観覧無料なので、そう、あの優先エリアももちろんあるんですけれども、うん、観覧無料で見れるから、ね、まあ、ちょっとちらっとまあ、ちょっと足伸ばしたらいけるかなとか近くかなみたいな人はぜひ来ていただきたい、うん、来てください、はい、でその夜はですね、あのタワーレコード名古屋パルコ店で
イベントがチョックラブリーズっていうラブリーズの定期イベントなんですけど、はい、もう1時間たっぷり歌って喋って踊って、うん、コーナーもあるね。普通アイドルは歌って踊るんやけどな先に、なんで間に喋んねん。歌って喋って踊ってびっくりするぐらい喋ります。そうね。でコーナーとかそのちょっとゲームコーナーみたいなのもあるし、うん、あと特典会もねありますのでね、はい、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。その次の日は東京にも行きますのでね。ちょっとなんかちょっと売れっ子みたいなスケジュールですよね。ちょっと自分で言うことじゃないですね。しかもその日の夜もね、うん、50分あるんですよ。そう、東京アイドル劇場、ほぼ単独ライブ、そう、特別公演としてそちらもございますので、うん、はい、ぜひぜひたくさんの方にお会いできたらなと思います。思います、はい、詳しくはラブリーズの公式ホームページの方をご覧ください。はい、はい、それでは来週のラブトピもお楽しみに。お届けしたのはラブリーズの宮崎りおと八木咲でした。折り星チャンネル。